愛子様が見据える皇族としての道、青年会見で示した強さと賢明さ。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。だから、自分の性格を穏やかであったり、無邪気と言われることが比較的多いような気がいたします。と述べ、長所を強いて申し上げるなら、どこでも寝られるところでしょうか。 と述べる。そんな二十歳の愛子様に嬉しい気持ちになったのは、私だけではないはずだ。とはいえ、皇室が抱える様々な問題は解決してはいない。それが秋篠宮家へのバッシングを招いていて、皇太子時代の天皇陛下と雅子様からところを変えただけ。そう見ることもできる。そのことを考えなくては。 というのが井上編集委員の指摘だと理解する。愛子様に戻る。会見で被災地について2度述べた。最初は国内外の出来事で関心のあることという質問への答えだった。自然災害が増え規模が大きくなっていることを挙げ。被災地でボランティアとして活躍する人の姿に感銘を受けると述べた。2度目は 皇室の一員としてのあり方をどのように学んでいるかという質問。国民と苦楽を共にすることが皇室にとって最も大切にすべき精神という認識を示し、その現れが被災地に心を寄せ続けるではないかと述べた。平和を思い、被災地を思う。愛子様には、皇族としての自分の道が見えている。懸命で強いとはこのことだ。 たくさんの会見を、愛子さまの次の記者会見はいつになるだろう。女性皇族の近い先輩で言えば、秋篠宮家のま子さんと佳子さまだ。その例に習えば、次回は大学卒業時の文書回答となる。今まで愛子さまが話す姿はほとんど見ることがなかったですが、今回の会見で本当に素敵な女性になられたと感じました。 微笑む優しい表情は皇后雅子様にとても似ており、話し方は天皇陛下のような穏やかな口調で本当に感動いたしました。メモを見ずにお話になる姿も頭の良さや知性を感じることができましたし、ジョークも交えて親しみやすい雰囲気もありました。正直、令和の次は愛子天皇で良いのではと思いました。もう、 男女平等とか言われている時代で男性に関わるのはどうか。男女問わず、天皇陛下になられる器があるのかどうかで決めてほしいですね。私は、あ、宮家の方々の振る舞いに失望し、皇統が宮家に移るなら皇族はいらないのではと思ってました。天皇陛下、皇后陛下、そして他の宮家の方々のご努力と皇族の振る舞いは十分に理解してたはずですが、 お嬢さんの会見から始まり特権内容前代未聞のパクリ問題。もうすべてが自分たちの思うままに権力を使い規則さえ変えてしまう。本当に嫌悪感すら覚え、このまま口頭が移るなら令和でおしまいで良いと思いました。しかし、年の宮愛子、内親王の,の会見を見て、心が現れ、その凛としたお姿に希望が見えたように感じました。 天皇家の長子として、皇族の気高さ、そして国民と苦楽を共にし寄り添う精神。昭和、平成、令和の天皇陛下から、年宮宮様へと受け継がれてます。その年市宮様が女という理由で皇位継承者から外されるのは納得できません。精神を受け継ぐ、年宮愛子、内親王か次に天皇になるべきと思います。男女問わず、 天皇陛下になられる器があるのかどうかで決めて欲しいですね。ですよね。皇族に生まれ、男子だったから天皇を継ぐ。今まではそれで良かったのかもしれませんが、三宅一家はふさわしくないと思います。天皇陛下にふさわしい器があるかどうかで判断してほしいと切に願います。この会見は、愛子様が心身ともにとてもご立派に成長されたことに、 失礼ながら驚きとともに感銘さえ覚えました。柔らかで、品に満ちた表情でありながら、臆さないお話し方で、そしてとても真摯に丁寧にお話をされていました。まっすぐな目線で真摯な姿勢でお話される姿は、とても二十歳とは思えない風格があり、品位に満ちた言葉遣いでした。会見をされるまでに、 ご家族や周囲の方と練習をされたとのことでしたが、ここまでご立派な記者会見は、天皇陛下の娘であるという幼い頃から育まれてきた毅然とした意識と覚悟が相応に身についている上でのものなのでしょう。天皇皇后両陛下のご教育がまさに表現されているような気がしました。台本を見ずに、まっすぐとご自分のお言葉でお話しされるお姿を拝見し、 それが作り込まれたものでなく、愛子さまご自身のお考えだということや、ご両親から受けた教育としてしっかりと浸透していることがわかる会見でした。女性同士の連帯だと感じる。秋篠宮家た,たきと一線を画することをはっきり述べた、とも取れる。愛子さまは、国民と苦楽を共にする、という国民の気持ちに寄り添ったお言葉を述べられたと思います。 また、ご両親への感謝といたわりのお言葉も、古き良き日本の真心を思い起こさせていただけたお言葉でした。ご成人のお言葉は、探していたものが見つかったような、ほっとできる温かい優しさを感じました。この方ならば、と国民の多くが思えたのではないでしょうか。愛子様の会見で、皇室の明るい未来が開けました。 愛子さまは学習院高等科をご卒業の際、集まった報道陣からのお祝いの言葉に、ありがとうございます、先生方と友達に恵まれて、楽しい3年間を過ごすことができました、と笑顔でお答えになりました。愛子さまはこの頃から、周りの方たちへの感謝のお言葉を話され優しい方だと思います。 天皇皇后両陛下の精神をしっかり受け継いでいらっしゃると思いますが、さらに学習院は中等科も高等科も皇族の方々が学ばれるには素晴らしい環境だと思われます。井上さんが指摘したのが、秋篠宮家への攻撃の反作用化のように広がる愛子天皇論の危うさだ。根拠なき雷さんは容易に根拠なき批判に転じることを、 かつてバッシング報道にあった天皇ご一家は身に染みて理解されているだろうとあった。確かにあの宮家への失望と反感が都市の宮様とこういう宮様を育まれた天皇系への来賛につながっているとは思うが根拠なき来賛ではないと思う。国民を見下してはいけない。見るべきところはちゃんと見ているとこの著者も知るべきだ。今回の会見がなくても あの三宅のなさりようは常識ある一般人の目にあまり、評価は同じだったと思う。それはもう、皇室不要論をも感じさせるものだった。そこに本来の皇族の品格と皇室の存在意義を思い出させてくれたのが、都市の宮様の会見だったのでは。やはり皇族の方は別格であり、皇室は国民のために守るべきものだと思い出させてくれた出来事だったと思う。 かっての交代し一家叩きは一部の人たちでした。週刊誌、特に文春はひどかった。雑誌を読まず、ネットにも今ほどコメントをしていなかった頃お話です。今回のマコさんの件は、大げさではなく、老弱男女に関心を持たれ、怒らせた。交代史家へおバッシングは、まさこさまの体調不良を餌に意図的になされたもの。一方、 英歌の問題は、国民の怒りは三宅の身勝手さに直接向かったもの。確かにバッシングは良くないことかもしれません。しかし、相手がびくともしないような権力者の場合、その権力構造をひっくり返すにはある程度激しい言葉で批判することが必要となります。秋篠宮家は後位継承第1位、2位を有し 政権与党もその皇位継承順位を守ろうとしています。今現在、国民の多くが願う愛子天皇の実現可能性が低い状況にあって、ここに秋篠宮家に配慮するような論調でコメントを述べていては、このまま秋篠宮家に口頭が移ることは必要。秋篠宮家バッシングはその危機感の現れと言えます。詳細については、 最新のビデオをご覧ください。